場しました。2得点で逆転ゴール。率直な今の気持ちを教えてください。最高です。シュート振り返って。もっとやってるやん。もっとラリーしてるやん。いつも通りやってくれ。まず1点目、はい、素晴らしいゴールでした。得点振り返っていかがでしょう。ほんま弱いよ。最高でした。最高でした。それで逃げるのやめて。最高。いやもう1点目はまだ、喜べないというか、まあ、チャンスもらった時になかなか点決めれてなかったんで、ちょっともう1点決めたいっていうのを、まあ、ジェスチャーで見てたら分かったと思うんですけど、はい、そういう気持ちでした。さあそして2点目逆転ゴール決めた後に七海監督のまで走っていって抱きついてましたけど、どういう気持ちでどういう気持ちでどういう気持ちで2点目振り返ってください。じゃあ、はいはい、いやまあいつも、居残りでフォワードのみんなと一緒にクロス練やってたんで、まあ、当てがん当てがん言われてて、そこでは練習では決めれてたんですけど、なかなか本番で決めれなくて、まあ、悔しい思いしたんで、まあ、いつも、スタッフの皆さんとか、まあ、チームメイトめちゃめちゃ僕に声かけてくれて、苦しい時間めっちゃあったんで、まあすごいそれでみんなの輪に入りたいなと思って頑張ってプレーしました。はい、田中選手にはフルスコート対決でのゴールという形にもなりました。そこら辺は考え深い気持ちでいっぱいなんじゃないですか。いやもちろんそのつもりなんですけど、なんかやっぱり全力でやることがすごい、恩返しでもありますし、で山形の、J2 昇格に向けてやっぱり全力でやらなくちゃいけないというのもあったんで、はい、しっかりそこ全力でプレーするのを意識しました。さあそして次節またアウェイでの、厳しい戦いが待ってます。次節に向けて意気込み教えてください。とにかく、まあ、勝つしかないと思ってますし、またここで、練習を重ねていきたいなっていうのは、まあ、みんな思ってて、でも僕その力に慣れてない感あったんで、ここでもう一回僕の力を発揮したいなとは思ってます。じゃあ最後に、今日も大勢の9000人を超えるファーストボーダーの方がサップラルインに詰めかけてくれました。皆さんに、メッセージをお願いします。メッセージ、このままもう一回、もう一試合ずつ一試合ずつ、死ぬ気でやっていくんで、ぜひ皆さんも一緒に力を合わせて、J2 昇格頑張っていきましょう。ありがとうございました。今日JA 全農長野様より信州プレミアム牛ステッキをプレゼントいたします。